今日のワントレはこちら。老舗喫茶店の看板メニューを家庭で。鳥取市で長年愛されているあのメニューが家庭でも手軽に味わえるようになりましたのでご紹介します。そのメニューを販売しているのがこちらの鳥取市の若狭街道にある喫茶ベニヤ。1948年昭和23年創業の老舗喫茶店です。このお店で人気なのがこちら、カレーです。ここにカツを乗せたカツカレーも看板メニューとなっています。アントニーさんはこのベニヤのカレーは食べたことありますか？ご存知ですか？ないですね。お店の名前は聞いたことがあるんですけど、残念ながらまた食べたことないですね。はい、ちょっとまた後ほどね出てくるということで、ちょっとお楽しみにしていてください。安井さんは鳥取市ですが、はい、そうですね、考えてみたら私の父母の時からですから今 4世代、うん、食べに行ってますね。お世話になってます、はい、もう親しまれているということですね。長くそうですね。でもベニヤに行かないとやっぱり味わえない、うん、味なので、うん、はい、うん、はい、そんな大人気のカレーなんですが、以前から旅行客にこのカレーをお土産で持って帰りたいと言われることが多かったそうなんです。そこで先月発売されたのがこちらのレトルトカレーです。うん、中山さん、おしゃれなパッケージですよね。そうですね、アルファベットでベニヤとも書かれていて、うん、結構スタイリッシュですよね、うん、外国人のお客さんとかでもすぐに目につきやすいですよね。はい、ですね、はいはい、そしてこちらのレトルトカレー、今日はスタジオにお持ちしました。ゲストのお二人、召し上がってみてください、はい、本日2度目の、はい、試食です。先ほどお見せしたカレーの写真だと分かりづらいかもしれないんですけども、はい、ベニヤのカレーの特徴である濃い色、そしてドロッとした粘度の高いルーがこのレトルトで手軽に味わえるようになっているんです。今度はスタジオがね、先ほどお醤油だったんですけど、今カレーのいい香りがそうですよね、はい、しますが、お二人いかがですか？安井さんどうでしょう？そうですね、やっぱりレトルトになったらどうなるかなと思いましたけど、うん、やっぱり再現率すごいですね。はい、これはやっぱり私の県外に行ってる娘の家族とかに送ってやりたいなと思います。喜ぶと思います、ね、うん、喜ばれますよね。さあ、アントニーさん初のベニヤカレー。そうですね、すごい美味しいカレーですね、うん、私もドロッとしたカレーの方が好きなので、はい、この満足感というか、うん、あとはその口触りというか、うん、広がりますね、口の中で、うん、すごく美味しいですね。結構食べ応えがあるカレーなんですね。村尾さんはご自身も食べたんですか？はい、私も昨日実際にいただいたんですけれども、うん、ルーがすごく濃厚で、うん、そして辛くないので、そう、食べやすく美味しかったです。はい、はい、そしてベニヤを経営する平田さんご家族は、このレトルトを県外に出た子どもに送るという声ももらっているそうなんです。このように県外に出た人にも地元の味を懐かしく、そして手軽に味わってほしいと話していました。このベニヤのレトルトカレー、現在は店舗の他にも鳥取市の丸湯百貨店、そして鳥取市川原町の道の駅で販売しているということです。76年変わらない老舗の味をご家庭で味わってみてはいかがでしょうか。以上、ワントレでした。